はいみなさんこんにちは、えー、歴戦に越しの森間です、えー、司法書士、えー、合格講座ですね改正民法 V マジック攻略講座、えー、こちらの一回目と、えー、いうことで始めていきたいと思います 全、えーまあ、18回ですから、まあ、そんなに長い講座ではありませんけれども民法の改正論点中心にしっかり、えー、お話をしていきたいと思います、えー、皆さん、ですね、えー、これから2020年勉強していくという時に、えー、改正されてしまったしかも再建法だけではなくて相続法もです,よ、ね、ですからあ民法全体にわたって非常にこう大きな改正というものを勉強しなければいけません、まあ、ある意味、まあ、大変な年ではありますが逆にここで大き,大きくこう差がついていきますからこれをしっかりこう乗り越えていただいて 得意科目にしていただいてでその他の科目のところをしっかり守っていくというところをですね、やっていただければいいかなとそのための講座になればなというふうに思っておりますでもちろん18回もありますから改正論点だけではなくてまあ、パンフレットにもですね、6割は改正論点だというふうに書いてあったかというふうに思いますけれどももちろん改正論点だけではなくて皆さんが苦手としている論点それについてもきちんとお話をしていきますからまあ、例えば改正論点だけでいうと相続債権、相続になりますが ですから今年も譲渡担保だとかの難しい論点が出ていきましたがそのような皆さんが苦手としているような論点についても改正点に限らずお話をしていきたいというふうに思います。 ですからこの講座にしっかりこうついてきていただいて勉強していただければ改正論点をしっかりマスターできるしそれからそれ以外の難しい論点差がつく論点についてもお話をしていきますからそのあたりもしっかり身につけていただければというふうふに思います。ねで 講座のところはこのテキストですね v マジックという、えーまあ、私が書いた本ですねこれを使ってお話をしていきますがもちろん中上級講座ということですから全ての論点を基礎から丁寧に説明するわけではありませんですからここは重要だよとかここは改正論点だよというところをですねピックアップしながらそこを丁寧にお話をしていくということになりますから例えばこれは読んどけば分かるよねというところについては触れないところもあります。まあ、それはは基礎講座ででないですから 簡単なところをゼロから説明しても仕方がありませんですが皆さんはもう一度こうゼロから民法を勉強し直すつもりでえ勉強するのがこの時期には必要だと思いますですから復習の時にはあ全部 見ていいいいければいいかなとううふうに思いますですから、講義で触れなかったところも、えー、触れなかったところに関しては読めば分かりますからあしっかり全部しら、えー、みつぶしにですね、えー、復習をしていくということが重要です。えー、講義のペースに合わせて、えー、改正論点以外あるいは講義で触れなかった論点以外についても、えー、しっかり、えー、触れて復習をしていただきたいというふうふに思います。 でそれからですねこの改正講座はまあガイダンスなんかでも何回も言いましたがこの V マジックのテキスト自体にはここがこう変わったよってことはほぼ書いてありませんですから改正された後の民法を前提に書いてありますだから例えば善意だったところが善意無過失になったりしてますがそこは当たり前のように善意無過失ですよっていう,ふうに書いてあるわけですね。 だから、まあ、それはですねなかなか一人で読んでいても、えー、ここは改正されたよというのは気づきにくいかもしれませんがそちらについては、まあ、レジュメだとかあるいは改正条文集などを使って、えー、ここはこう変わったという講義をしていきますだから講義を聞いていただければここはこう変わったよということは分かるようにはお話をしていきますただ、テキストの方は改正後の民法が書いてあって復習の時にはもうそれを使っていただければいいですね。だからら回ぐらいは あのレジュメだとかあ条文集を見ていただいてここがこ変わったとい認識はしてほしいんですよ。 ただあ、それで理解した後は、改正後の民法を体系的に勉強してほしいんです。改正を勉強するのではなくて、改正後の民法を勉強するという意識で臨んでほしいんですね。っていうのは、改正されない論点もあるし、改正される論点もあります。改正される論点だけを取り上げて、こう変わったって言って勉強しても仕方がないわけですよね。それを位置づけて、改正後の民法はこうだというのを体系的にも常識化してほしいというところなんですね。 だから一度、復習をして理解をしたあとはこのテキストを使って改正後の民法を体系的に勉強していただきたいというふうふに思いますからまあ復習はそんな形でやっていただきたいというふうふに思いますね。ね でこのテキストを中心にやっていきますがもう一つ皆さんにお配りしているのがこちらの条文解説集ですね、レジュメの方になります、こちらは新しい民法の条文が書いてありますので、六法などを持ってない方はですねこちらを使っていただければ新しい債権法の条文が理解できるかなというふうに思います。ただこちらののレジュメの方はですね えーまあ、レックの方でまで、あ、作っているんですがあの旧条文の方が載っておりませんのでできればあの6本を一緒に持ってきていただいて旧条文と新条文がこう照らし合わせができるようなものですねそちらが手元にあると便利かなというふうふに思いますで私の方で,もです、ね、このようでな携帯使書士ネオ民法というものを出しておりますのでこのようなものをですね持っていただければ。 こちらですね持っていいいただければいいかなという,ふうに思いますでこちらの方がですね、えーまあ、お手元にあれば旧条文と新条文というものの手荒らし合わせというものができますからあこういうものを持っていただければあここはこう変わったんだと認識できますのでより便利かなというふうに思います、まあ、どのような対象条文集でもいいんですがあこのネオ民法のところはですねコンパクトに解説もつけてありますから、まあ、まだ用意してないよという方はこちらをですねぜひご用意いただければいいかなというふうに思います。 で、えー、それからこの講座の中では、ちょっと前置き長いですけども、あの民法だけではなくて、皆さんは、 まあ、この講座を受けているということは、まあ、全体的な体系的なです、ね、インプットは受けてないはずですよね例えばレックでは実践力パワーアップ講座とかパーフェクトローラー講座とかありますけれども全科目受講する皆さんではないかなというふうふに思いますがその点、ですねよく質問があるのが不動産投機とか教託法とか民法改正の影響はないんですかということがよく聞かれますけれどもありますですから、それもこの講座の中で、えー、責任を持ってお話をしますからその点についてはご安心いただければというふうふに思います。例えば相続法 方が変わったところでうんまあ あのー、多少、ですひな型が新しくできたりだとかあるいは遺留分減債請求に基づく登記申請なんてなくなりますよですからそのようなところも影響がありますのでそのようなところについては講義で番書償したり、えー、レジュメを出したりしながらお話をしてきますから、まあ、その点については安心をしてくださいですから皆さんはまずこの講座でしっかり民法を勉強していただいてその他の科目についてはこの講義でお話ししたことを生かして、えー、まあ、例えば今、お手元にあるもので十分だと思います。で えー、テキストとか去年のテキストとか新しく市販されたテキストを買ったよとかいろんな方いると思いますがあそれについてこの講義で告白が変わったよということをですね例えば書き込んでもらったりして使っていただければ十分、えー、その他の科目については勉強できると思いますからとりあえず民法に関しては今、新しく V マジックというテキストで勉強することになりますがあその他の科目についてはこの講義で生かしたことを例えば書き加えていただいて、えー、復習していただければ勉強できるようにしていきますので、えー、その点についてはご安心 信用いただければというふうに思います。それでは、始めていきましょうか。で、まず、v. マジックの一というテキストを使ってお話をしていきます。で、一の方が、総則と物件ということになりますから。まあ、改正論点については、総則のところにあるぐらいですから。まあ、改正考査と言いながら、まあ、改正がだいぶ後回しの、え、債券と相続になりますが。まあ、お付き合いをいただければというふうに思います。では、行きましょうか。で、まずですね、第一章のところが。 1> 第1編ですね民法入門ということになりますのなりますがまあ基礎講座ではないのでこの辺り、例えば人はこうですとか物はこうですとかあるいは契約というのはどうのこうのですとか一般法と特別法はみたいなお話をしても仕方がありませんからまあこの辺りは気になる方が読んでいただければいいんですがまあ、ただ、中上級の方といえども基礎のところが、えー、分かってないから。こう 点数を落ととししててままうってところは結構ありますどうしてもこう勉強が進んでくると論点主義になっていってしまって体系的な民法の理解というものを怠ってしまう方がいますからそういう方に関してもちょっと気をつけてですね読んでいただければいいかなと思いますが、えー、ちょっと25ページのところだけ、えー、少し見ていきましょうか。えー、5番 え審議・誠実の原則権利・乱用の禁止というのがあって まあ、あの改正論点ではありません、あの改正論点の時にはここ、改正ですよって言ってからお話をしますので、えそういう時にはです、ね、改正マークとかつけていただければいいかと思いますがあ、そういうことを言わないでお話をしているところは普通に民法の説明をしてますからね、えそこはちょっと誤解をしないでいただければと思いますが、あの審議・誠実の原則、権利濫用の禁止なんていうのは当たり前だというふうふに思うかもしれませんが、1行目、権利は審議に従い、誠実に行使する必要があり、その濫用は禁止されるということで、例えば契約関係に入ったら、ちゃんと、 真議・成立に従って、えー、権利を乱用しないでやらなければいけなかったりあるいは物件だとかいう権利を持っていたとしてもそれは乱用してはいけませんよみたいなことはよく言われます。 ただこの審議誠実乱用というものについてはあ実は皆さんが知っておかなければいけないのが次の行に書いてありますがつまり形式的には民法の条文上適法に見える行為であっても誠実な権利の行使とは言えない場合や権利の乱用と言える場合にはその権利行使は禁止されると書いてありますえつまり審議則とか権利の乱用といった場合には形式的には民法の条文上適法なんですね だから条文をきちんと解釈をすればそれはできるよねやっていいよねってことになるんだけれどもさすがに審議則上まずいよねっていうふうにひっくり返すときに審議誠実権利の乱用という論理を使うんですだから逆に言うとこの審議則権利乱用という言葉が出てくるときには形式的には権限内でやってる適法なことをやってるってことを認識する必要があるわけですねまあ例えば あの無権代理と相続のところで地位併存説なんていうのがありますで例えば本人が死亡して無権代理人が相続をしたこの時に本人の地位が無権代理人に相続されるけれどもそれは地位が融合するわけではなくて平存するんだという説がありますこの平存,存説に立てば本人から引き継いだ追認拒絶権使えるはずなんですよね。ところがあ なんで地位が併存しているのにつまり、追認拒絶権相続しているのに使えないんだと言ったならばそれは新議則上使えないというふうに地位併存説からは説明するわけですよ。これは地位が併存しているということは本人から引き継いだ追認拒絶権を行使持ってるんだから理論的に考えれば追認拒絶権使えるでしょっていうのを下敷きにしてるんですね。 だけれども、それは審議則上使えないよって、そこに審議則を出さなければいけないのは理論が通らないからなんです。で、こういうのを知っておくと、実は学説問題なんかで非常に生きてきます。で、学説問題で審議則とか、権利乱用って出てきたら、一回逆を考えないとダメなんですね。えー、よろしいですかね。ですから、例えば、えー、そうですね、177条の うん悪意者も含める第三者には悪意者も含めるなんていう説がありますその時には悪意者も含めるんだが審議則上、配信的悪意者は排除すると一旦悪意者含めると言ってますからでも審議則上、配信的悪意者は除外するというふうに言うわけですよだから審議則という言葉が出てくるときには必ずです、ね、形式的には範囲内など権利の乱用もそうですね。権権権限限のの逸脱でであれば権限外ですが権利の乱用と とというのはは形式的にはきちんと権限内でやってるわけですですも乱用だよねっていうふうに結論をひっくり返す時に使うんだということを押さえておくと、えー、この言葉はいいかなというかそういうふうに押さえておかないと。 足元救われてしまいまいす午前の部というのは、えー、特にこの民法なんかはですね単にそう判例知識が並んでいるだけではなくてそういうところまで考えなければ解けない問題もありますからあどうしても最後何点か失点してしまうもう細かな判例まで上部までしっかり覚えたんだけども、えー、失点し,してしまうという方はこういうところの理屈を少し、えー、補充しなければいけないということで、えー、中上級講座ではありますがこの入門のところでお話をさせていただきました。 でこのモデルケースとなったのがその下のうなずき温泉事件ですがこちらは有名な事件かというふうふに思いますのでちょっと知らない方がその下の例題とその下にある解説のところを読んでいただければいいかというふうふに思いますでは今度はですね26ページ、まあ、こちらもですね実はこれから勉強していくとよく出てくる考え方なんですが所有権の取得方法というふうに書いてあります。 でこの所有権の取得方法というのは、まあ、原資取得と承継取得がありますが、まあ、原資取得というのは自分で所有権を作り出すと。 え例えばあ小石の,あの瓦の石を拾ってきて自分のものにしてしまうというのは原資取得ですよねえそれに対して誰かが持っていた権利を承継する例えば特定承継であれば売買包括承継であれば相続というのがありますがそのように誰かの持っていた所有権をキャッチボールのように引き継いだから自分が所有権を取得したんだというのをですねえ承継取得と,というわけですよで四角の2で承継取得の考え方というふうに書いてありますがこの承継取得の時に一番根本的に なる考え方があ太字のとこに書いてある、えー、26ページの下から45行目ですね無から有は生じない無から有は生じない、えー、これはですねもう根本的な理屈として知っておいてください例えば A から B に、まあ、例えば所有権が移転するときには必ず A に所有権があることを前提にしてますキャッチボールですから例えば A が B にボールを投げるのと一緒ですよいくら A がなんかこう投げるふりをしたってその えー、グローブの中にボールがなければいくら投げるふりをしたってボールはなかってこないわけですよねだから A から B に所有権が移転するためには A がボールを持っているということが必要なんです27ページの一番下の図を見てください A が所有者ですだから A の下に、まあ、ハートマークで所有権があります A が所有者で B は所有権ありません無無権権利利者者です無権利者 無から有は生じないボールを持ってない人はボールを投げることができないえボールを持ってない人がいくら投げるふりをして売買契約をしたとしても B から C に所有権が移転しないんだというのが承継してこの原則なんですねで今回えこの27ページの一番下の図は B がカバン持ってるわけですでカバンの中には大体この所有権が入るカバンなんです何かというと投機ですね 陶器持ってる人っていうのは原則所有権があると所有権があるから陶器を入れるって関係にあるので、えー、陶器をカバンになぞらえましたですから B は陶器だけ持ってるということはカバン持ってるのと一緒そうすると B は C に対して陶器があるというのを E、まあ、あー陶器があるというのを定にしてですね C に売るわけですよそ C はですねああ B さんがあカバン持ってるんだから中には 所有権があるのだろうと信頼をして取引をしたとしても C は所有権を取得できないつまり空のカバンから所有権が出てくるわけないんですよねでこういうのが理屈なんですだから無から有は生じないっていうのさえ覚えて覚えておけばよくてこれよく当期に行進力がないという方をするのは空のカバンの中にいくらのその空のカバンを信頼して、えー、よく所有権が入ってるカバンだよねそれ所有権入れるカバンだよね あそうそうっつって B と C で売却するわけですよ。で C、が その登記があるから権利があるだろうと信頼をしたって C は所有権を取得できないんだというのが更新の原則です更,更新の原則が採用されていない,と,、ね、ないということですね登記に更新力がないということでいくら B が権利者っぽい外観があったとしても C がそれと売却をして買ったとしても無から有は生じないからのカバンから所有権が出てくるわけないんだというのがこの承継取得の一番根本である無から有が生じないという原則になるわけです。 で28ページの方に行ってもらうとその承継取得の例外として、えー、権利外観法理と即時取得という理屈があるんですね。 でちょっと入門編があと2ページぐらいで終わりますから我慢してくださいね、え簡単なお話をしているかもしれませんがでこの権利外観法律即時取得という,う概念は無から有は生じないということの例外規定なんだと例外的な概念なんだというのをきちんと頭の中に理解をしておかないといけないわけです。で権利外観法理 それから即時取得というのは今言ったように例えば B が無権利者で C がその無権利者の権利を信頼して取引をしたとしても無から U は生じないつまり、ボールを持ってない人とキャッチボールしたって出てくるわけないんです、権利が。ただ、空のカバンから権利が出てくるというマジックショーみたいなことが起こるのが権利外観法理と即時取得の2つなんですね。つまりこれはは権利外観法理とと即時取得というのは 空のカバンからなんと権利が出てくるというマジックショーですから無から有は生じない原則の例外なんだと B のカバンの中には権利がなかったで C がそれを買ったと登記も移したそしたら空のカバンから権利が出てきたよ C は権利を取得できるよという例外なんですちょっとカッ2番権利外観法理例題見てください A は土地を所有していたが B は勝手にその土地の登記を自己名義にした A もそのことを知っていたが長年放置していた。その登記を見た C は B が所有する土地だろうと思い、B から当該土地を購入した。C は当該土地の所有権を取得することができるかと書いてあります。これ、A が真の権利者ですね。一行目、A は土地を所有していたと書いてありますから。で、B は自己名義に勝手にしておりましたから、いくら登記があったって無権利者です。 で、C があ、それを信頼して、えー、取得したからといって、権利が生じるわけがないのが原則です。ただ、今回は、マジックは起こります。丸一丸二丸三その下見てください、えー。これが権利外観法理の要件で、丸、えー、一真の権利者に虚偽の外観を作り出した奇跡性がある。丸二虚偽の外観が存在する。丸三第三者がその外観を信頼して取引をした。まず、第三者 C。C が、 B はカバン持ってるから中に権利もあるんだろうというふうに信頼する必要がありますだから丸3番第三者の信頼で丸2番虚偽の外観が存在というのは真ん中の B ですね B に権利者っぽい外観があるつまりカバンは持っている中身が空っぽだけれどもカバンがあるこのような状態ですそうすると空のカバンをいくら信頼した C は権利を取得できないのが原則なんですが丸1の要件が加わるとマジックが起こる えー、真の権利者に虚偽の外観を作り出した奇跡性がある A に奇跡性がある A に奇跡性があるつまり B が権利者っぽい外観を持っているのは A のせいだということですでこの時には A は奇跡性があるから保護に値しないで C は信頼しているから保護に値するだったら A を犠牲にして C に権利を与えちゃおうともう空のカバンから神様がですねもう所有権出しちゃおうぜって話になる で所有権って1個しかないから1つのものには A の所有権は反射的に失わせるわけですよとなればあ A を犠牲にして C を保護しようとえ規制規制がある A なんていうのは犠牲にして C を保護しようということで、えー、マジックが起こって C はですね所有権を取得できるんだこれが権利外観法理という概念です。 で今、まあ、抽象的な理屈をお話をしていますがこれが応用された原理がたくさん民法には出てくるわけですだから、そういうのをです、ねえー、一つ一つ丸暗記するのではなくて承継取得の原則から理屈をまずはつなげていくことをです、ね、そういう骨格のところを作っていかないと、まあ、いくら、えー、細かな知識を入れていったところであの崩れてしまうわけです。 で29ページが即時取得まあこれは説明するまでもなくえ民法192条のですねもう皆さん要件をしっかり覚えると思いますが覚えていると思いますがこれも無から有が生じない原則の例外ですよねで例えば A が動産の真の所有者 B が 例えば A から宝石を借りているだけのの無権利者ででですすすよあ例例題題見ちゃえばへですね29ページの例題です A は B に1日だけ腕時計を貸した B がその腕時計をはめていたところそれを見た C がその時計を B のものだと信じ C は B からその時計を買い受け持ち帰った C はその時計の所有権を取得することができるかこれも無から有は生じないという原則を貫けば C は所有権を取得できないはずなんです。 ただ、これ即時取得の要件満たすというのは勉強していればかかりますよねだから C は腕時計の所有権取得できるんですがこれが即時取得です、で即時取得を位置づけるとどうなるかというと権利外観法理と同じように B という所有権については無権利者から買ったにもかかわらず所有権が取得できるから無から有が生じないということの原則に対する例外的な論理なんですね。 じゃあ権利外観法理と何が違うのかっていうともう動産の場合には A の規制規制なくしてもマジックショーを起こそうぜってことで権利外観法理と違うのは A の規制規制がいらないってことですねだから A が悪くなかったとしても B が権利者っぽい外観があって C がそれを信頼して取引をして例えば引き渡しなんか受けた場合には C が権利を取得できるんだというのが即時取得なんですねよろしいでしょうかということで即時取得も権利外観法理も え無から有が生じない原則に対する例外なんですが、えー、っと29ページの下から3行目権利外観法理と即時即の一番の違いは真の権利者の奇跡性が必要かどうかということにあるんだということを押さえておいてくださいということで、まあ、皆さんがです、ね、入門段階で押さえておくといいよという理屈をお話をしましたでは、えー、今度はです、ね、31ページのところから総則が始まっていきます ま総則のところも民法改正がありますので、え民法の改正でまあ、大きく変わったのが、意思表示のところと代理のところと時効のところです。意思表示と代理と時効ですね。だから今日は意思表示のところはお話をしていきますが、次回以降代理と、えそれからうーん時効といった、まあ 大きなのはその代理と自のところですねだから今日は一番大きな改正まではたどり着けませんがあの民法総則のところもちょっと変わったよというところは少しお話しできるかなというふうふに思いますでは32ページのところからまず試験の主体というところで、えー、人という概念がありますまず32ページ え資,格えー、資格の1、権利能力の話がありますが、まあ、権利能力というのは、まあ、2行を見てください、えー、権利能力とは、司法上の権利義務の主体となることができる資格のことである、えー、権利能力を有するのは自然人と法人、まあ、このあたりも、まあ、の忘れちゃった方は復習していただければいいんですが、あの権利義務の主体、つまり所有者になったり、契約を結んだり、えー、債務者になったりすることができる能力のことを、権利能力という、えー、つまり、債務者になったり、あるいは不動産の贈与を受けたりっていうのは、 そういうことのできる資格のことを権利能力と言いますから権利能力というのは能力じゃないですね資格のことですだから例えば生まれたばかりの赤ん坊も赤ちゃんも全然能力ないですよでも所有権を取得することはできますね、えー、例えばお父さんが死んじゃえば財産を相続できますからあ不動産の例えば兄弟が3人いれば3分の1は取得できるわけですよ、まあ、子供が相続するとすればですからあの 権利能力というのはあくまでも能力とは関係ない資格のことなんだだから私はですねこのよく民法の世界っていうのは財産蓄えゲーム財産獲得ゲームっていう人生ゲームみたいなもんだという,ふうに言いますで私たちはそのプレイヤーなんですよそのプレイヤーになることのできる資格がこの権利能力なんですね。だから例えばその 財産獲得ゲームという人生ゲームみたいなものにじゃあチンパンジーが参加できるか、えー、人間の赤ちゃんより賢いですけどって言った参加できないわけですあ人間じゃないとダメですよ、えー、法人ならいいですよみたいな形になっているわけですねだからこの民法の世界の参加資格、えー、頭がいいとか、うん、頭がよくないとか能力があるとかないではなくて権利能力という言葉を使っていますがその権利義務の主体つまり債権者になったり債務者になったりすることのできる資格のことを、えー、権利能力というんだということですね。 でえーまあ、33ページ、四角の2、じゃ自然人のこの権利能力の式と周期ですが、もちろん、えー、2行目のふと3行目の太字、出生の時出生って書いてありますが、出生の時生まれた時ですね。生まれた時から、次の太字、死亡まで。生まれてから死亡までが、人の権利能力の時期になります。だから、死んだら権利能力なくなります。で、人間が相続というのが起こるのが、 それは死亡したら権利能力なくなるからですね例えばいくらたくさん財産を持っている人も死んだらその財産の所有者ではいられないのでじゃあ引き継がなければということで,相続は起こるんですねだから死亡によって権利能力がなくなるだから相続が起こるんだということなんです。 でえもう一つが出生の時というふうなのが生まれた時ですから、まあ、生まれた時から権利能力が取得できるんだで細かい話を言うと4行目、生まれた時っていつなんですかというと民法では全部露出した時まあお母さんから全部露出した時まあ普通は頭から生まれてきますから足が全部お母さんから抜けた時えこれが まあ、出生権利能力の取得時というふうに考えますでどうしてこの全部露出説を取るのかっていうとその次の行をさらに見てもらうと権利能力を財産獲得ゲームのプレイヤーとなる資格と考えれば母体から完全に出て独立の人となることが必要だからこの世界のプレイヤーと考えたらお母さんとつながっていたら独立のプレイヤーとは言えないわけですよ 人生ゲームに例えれば独立の駒として進めないですからねくっついていたらだから全部露出した時っていうふうに考えるのは民法の世界ではそのですね権利能力の取得時というのをつまり出生というのをそれはですねプレイヤーになる時期だ,だったら全部露出した時だよねって考えるそれに対して刑法でも 出生という時期が問題となりますが刑法では一部露出を取りますね刑法では一部露出したときから人になるよ一部露出したときから人になるよというふうに呼ばれておりますまあ比較しておくといいですね刑法は判例です民法は通説ですけどもね刑法は一部露出でそれは 考え方が違うからです刑法の場合には人となったらどうなるかっていうと殺人罪とか傷害罪とか暴行罪の被害者になるってことを意味してるんですねってことはあの頭でも出てくれば殴れるわけですよだから被害者になれるんですだから一部露出した時から被害者の地位が取得でできるんですねだから刑法では一部露出説を取るわけです え民法では、えー、独立のプレイヤーになる時期イコール全部露出だ刑法ではあ直接の攻撃の対象になれるんだ殺人とか障害の被害者が人ですからね人を殺したとか、えー、いうことですよですからあその人になれるのは一部露出一部露出して頭でも出れば直接殴れますからで直接殴れない時期は打滞罪の対象になるわけですね。 そんな形になっているわけですよろしいでしょうかね。ということで、えーまあ、あの出生から死亡までが権利能力の取得時なんだということでお話をしてきましたで、えー、次ですねで33ページの下胎児に権利能力がありますかといった話で34ページの上の方の太字です。まあ、基本的には胎児は出生前ですから 権利能力がないのが原則なんだけれども皆さんは不法行為に基づく損害賠償請求権と相続と遺贈についてはすでに生まれたものとみなして権利能力を与えるんだというのをしっかり押さえておく必要がありますこの3つだけってことはしっかり押さえておかなければいけませんよで逆に言うと皆さんはちゃんと論理を追っていかなければいけないので原則退治には権利能力がないだけどこの3つだけは不公平にならないように権利能力を与えるわけですね。 だからこの3つをしっかり押さえておけばそれ以外何言われたって権利能力ないんですよ例えば胎児があの贈与契約できますからそれはできないですよこの3つじゃないからみたいな話ですねだからこの3つをしっかり例外として押さえてそれ以外は権利能力がないんだというふうにきちんとえ3つを例外だとうう限定して押さえていくことが必要ですであとは34ページの下のえ学説問題もですねえ知っておくといいですね あの胎児にこの3つの場合には権利能力を与えましたがそれはどんな意味ですかということですこれが停止条件説と解除条件説に分かれます、まあ、停止条件説というのは、まあ、胎児にこの3つの場合については権利能力を与えたけれどもそれは胎児の間に与えたわけじゃないんだと生きて生まれたら遡って与えるんだ生きて生まれたら遡って与えるんだと民法は考えるわけですね B 説は解除条件説でいやもう胎児に権利能力をこの3つについてはあ損害賠償と遺贈と相続について与えるって言ってるんだから胎児の段階から与えてるんだよっていうふうに考えるのが B 説になります解除条件説ですね民法は停止条件説になりますから生きて生まれたら遡ってあげますで何が違うかっていうと胎児である間に遺産分割とか進めらんないってことあるいは不法行為であれば示談が進めらんないってことです そういう違いがあるから学説になってるわけですねだから民法では、えー、胎児である間に、えー、遺産分相続したから相続する、えー、資格があるから遺産分割を進めたり示談契約を進めたりできる方はできないよっていうのが結論になります生きて生まれたらあっ安の時権利能力あったんだねって遡って考えるんですね B 説登記実務はほら生きて生まれる前から胎児名義の登記ができるから その限度においいてては解除条件説を取ってるよととうことですただ気をつけなければいけないのは不動産登記で解除条件説を取ってるというのは法定相続分で登記ができるという点においてのみですからねだって民法は A 説なんだからだから民法レベル実態レベルでは遺産分割とか進めらんないわけですよ だから、いくら不動産登記の登記の世界だからといって、遺産分割を退治である間にやって、えー、その遺産分割後の相続人が登記できるかっつったら、そんなことはないわけです。あくまでも、実態のレベルでは A 説なんだから、あもう法廷相続以外やりようがない。でも、登記名義はそれでいいよって話ですからね。だから、よく不動産登記では B 説を取りますって言うと、あ、じゃあ不動産に関しては遺産分割できるんですかみたいな疑問がありますから、全然そんなことはありません。あくまでも、実態的には A 説ですからね。 でそれを法定相続分で登記ができるという意味では不動産登記においては対人名義の登記を認めているというだけであって、えー、不動産登記の世界の勉強だからあ不動産登記の先例だから遺産分割ができるよとかいうそんな話には全然ならないわけですね民法で、えー、できないことを前提にじゃあ登記名義だけはやっちゃうよって話で不動産登記では B 説を取っているんだという意味です。よろししいいいででょうか、まあ、そんな形で押ささえておいておください